インスティチュートオブエデュケーションは、ユニバーシティカレッジロンドンの学部の一つで、教育に関する分野の大学院レベルの学習と研究を専門とした世界最高峰の研究機関である。QS 世界大学ランキングの分野別ランキングでは、2014年版から最新の2020年版まで7年連続で世界1位に輝いている。もともとは、 ロンドン大学に加盟するカレッジの一つであったが、2014年にユニバーシティカレッジロンドンと合併し、現在は同校の教育学部として運営されている。ユニバーシティカレッジロンドンとの合併前は、学部課程を持たない大学院大学であり、ロンドン大学教育研究所、ロンドン大学教育学専門大学院などと訳されていた。なお、現在は、 学部課程も提供している。2019年12月時点の在籍学生数は6722名で、このうち学部課程の学生は全体の15%に当たる1001名にとどまっている。また在籍者の出身国は100カ国を超え、世界中から留学生を集めている。1902年にロンドン大学とロンドン行政評議会の協賛により、 政治家シュドニー・ウェッブによって前身となるロンドンデートレーニングカレッジが設立された。なお、同志は同じくロンドン大学加盟校のロンドンスクール・オブ・エコノミクスの創設者でもある。その後、l d t c は1932年にロンドン大学の付属機関となって、校名を現在のインスティチュート・オブ・エデュケーションに改めた。1976年には、 大英博物館のあるラッセルスクエアにほど近いロンドン中心部ベッドフォード地区の現校舎に移転した。最寄りの交通機関はロンドン地下鉄ピカデリー線ラッセルスクエア駅。校舎の設計はデニス・ラスガンによるもので伝統的な大学校舎には見られない奇抜な近代建築が特徴である。1987年ロンドン大学の独立したカレッジの一つとして 王室の認可を受けた。なお、第二次世界大戦中は一時的にイングランド中部ノッティンガムに移転している。2012年、同じくロンドン大学の加盟校であるユニバーシティカレッジロンドンとの提携を開始し、2014年に合併した。インスティチュート・オブ・エデュケーションは以下の7学科を設置しており、 学部課程と大学院課程の各プログラムがいずれかの学科に所属しているアブバカルタファワバレは,はありがとうございます。